姫路市立陸上競技場は、兵庫県姫路市の手柄山中央公園内にある陸上競技場。施設は、姫路市が所有し、一般財団法人姫路市町づくり振興機構が、指定管理者として運営管理を行っている。2015年7月1日より、姫路ケーブルテレビが命名権を取得し、同局の愛称に由来するウィンク陸上競技場と呼称される。 契約期間は2020年に更新され、2025年3月31日まで延長されることになった。1964年の東京オリンピックに合わせて、竣工された兵庫県西部を代表する陸上競技の中心的な施設で、従来は第一子公認陸上競技場であったが、2017年の改修により、日本陸連第二子公認競技場となる。また、 従来よりサブグラウンドを有していなかったが、2016年に同競技場に隣接する手柄山中を公園、多目的広場に一周3レーン60メートル直線、6レーンの走路が付設され、この役割を担っている。2006年開催の第61回国民体育大会では、ラグビー少年が実施された。サッカー公式試合の試合会場としても活用されており、現在は、 ナデシコリーグ2部の AS、ハリマールビオンが東京議場をホームスタジアムとし主催試合を行っている。以前にはビッセル神戸が JFL 時代にリーグ公式戦をイナック神戸レオネッサがナデシコリーグ公式戦を行ったことがある。他では天皇杯全日本サッカー選手権大会の試合会場にも使用されていた。ありがとうございます。